どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ゲミニズムパート2やっていきたいと思います。前回のパートはですね、このゲミニズムのスタートからやったんですけれども、シンクちゃんとキキョウちゃんという2人の双子の女の子がいまして、なぜかその双子の女の子たちが、廃校、深夜の廃校で殴り合いをしていると。で、そこに謎の男たち2人がいて、まあ、そのこんなところに連れてこられたみたいな感じの、セリフもあったので、まあ、その男の人たちに、何か言われてここに連れてこられて、喧嘩、殴り合いをさせられているような感じの状況なんじゃないかと。そしてキキョウちゃんが、シンクちゃんにですね殴られまして、でバットでで、ボコボコにされているというところまでやっていきました。では続き進めていきたいと思います。それでですね、これですね、あの最推しのあのこう見たことあるって感じのこの同じ選択しないやんみたいな、ところを選択していきたいと思います。何度もシンクはキキョウの頭にバットを振り下ろした。うわっ、もうやだー、うわー、これ自分で選択しないといけないんだ。お疲れ様って、うわー、ん？唐突に降りかかる声、表情もなくなり、半ば機械的に腕を振り下ろしていたシンクの動きがピタリと止まる。ちょっとやめて、シンクちゃったら容赦なさすぎだよ。そこまで。シンクは背後に降り立った男たちを一別したが、すぐに向き直ると再びバットを振り上げる。何うわっ、いってあんたたちがやれって言ったんでしょ。そこまで。収まりのつかないシンクに対し、有無を言わせぬ冷たい声がかかる。すでに決着している。もう全然言うこと聞かないんだからな、うむように下げ捨てた木製のバットが転がっていた。静寂。キョウちゃんがどうなっちゃったのかな。立ち上がり、肩で息をするシンク。汗で額に髪の毛が張り付き、頬は蒸気し、血走った目尻にはうっすら涙が浮かんでいる。一方、地面に横たわったキキョウ、先ほどまでキキョウだったものは、見るも無残なありさまだった。可愛らしく小作りだった顔は異様なまでに腫れ上がり、鼻血で顔中が赤く染まっている。うわ、腫れた肉の奥の瞳は虚空を見つめている。虚空かな。地面に広がる髪の毛と青いリボンの隙間からじわじわと赤黒い色が地面に広がっていく。両膝もすりむけ、白いタイツがうなに赤く染まっていた。その姿はどう見てももう今宵の天秤はそちらへ傾いたままであったか。月城にやや遅れ、アワスミも少女たちに近づいてくる。よっしゃ。アワスミの言葉に軽快に片手で拳を作る月城。この凄惨な現場にそぐわない軽い足取りでアワスミの隣に並ぶ。これは賛美を極めたるものであるな。アワスミのむなす最もな感想に月城は少し笑って大げさに肩をすくめる。シンクちゃんったら女の子の顔にこんな、ほんと容赦ないな。たった二人きりの双子の姉妹なんでしょ。月城はすっとんきょうな声を上げる。はあ、怖い怖い。微動だにしないアワスミと対照的な両手を口に当てた大行なリアクション。その言葉とは裏腹にその視線は奇境だったものを捉え続けている。ことが決した以上、我らは
この場より早々に立ち去らねばならん。月城。本当に死んじゃったの？式は効率最優先であることこそ肝要と知れ。して、どこに？いや、迷ってるんだよね。あ、シンクちゃん、シンクちゃんはどこ欲しい？どこ？あ、どこだっていい、そんなの。あ、そうだ、おまっことかどう？ちょっと月城は微笑み浮かべたまま、芝居がかった動作でさも明暗とばかりに手を打つ。シンクは無言のまま、心底嫌そうに月城を一別した。ほら、シンクちゃんも欲しかったんじゃない？シンクちゃんが顔ばっか殴ったから、キキョウちゃんの下半身ほとんど無傷じゃない？うるさい。私、腰のところに馬乗りになってたから、下の方を殴れなかっただけ。あんたたちも見てたでしょ。まあまあ、そう言わず。おまんこあると楽しいよ。できるよ。ちょっと急に18禁な感じを醸し出してきた。何のことかと思えば、ホトか。婦女子に対して下劣な発言は控えよ、月城。どこでもいいって言ってる。聞くに耐えない発言を咎めるアワスミから目を背け、何がそんなに面白いのか、せっせっと楽しげに連呼する月城にも目線を合わせずに、シンクは吐き捨てる。照れやさん。では、兄さん。俺は兄さんではない。と、何度言えばわかる。一体何の話をしているのか、ちょっと私には理解できないんですけど。厳粛かつ円滑な話し合いの結果、おま、僕とシンクちゃんは養父を希望するよ。了解。静かに探索すると、アワセミの深い穴のような片目が 見開かれた。ささ、キキョウちゃん、キキョウちゃん。月城はキキョウの死体に近寄ると、乱暴に肩を掴んで引き起こしつつ声をかけた。生き返った。月城に揺さぶられ、どう見てもこと切れていたはずの気境が、血の塊を吐き出し咳き込みながら息を吹き返した。遠目に見ていたシンクが驚愕する。しかし、意識は覚醒したとて、頭を砕かれるほどの打撃を受けた彼女の骨と肉は、もちろん思うようには動かせない。ほらほら、起きて起きて。反射で小刻みに痙攣する気境の体を、月城が乱暴にガクガクと揺する。気境は答えない。答えられない。気境のボロボロの体は、乱暴に揺り動かされるままだった。ボロボロってこんな感じを書くんですか？体を動かせないものの、ようやく意識の糸を結びつつある気境の視界に、アワスミが現れる。気境、意識はあるな。気境の目の前には、に学ラン姿の男。全身包帯に包まれた異様の風体に、何を考えているのか読み取れない暗い瞳。アワスミの手には、ロイロ塗りこしらえの立派な太刀が握られている。アワスミは気境を見下ろしたまま、夜空を背に仁王立ちになっている。そしてゲレン味ある大行な仕草で、ゆっくりと刀を引き抜き始めた。すらりと金属の擦れる音が響く。当然、鞘からは
やきらめく刀身が覗くかに思われた。しかしながら、あるはずの刀身がここにはない。それでも彼はさも刀身がここにあるかのような仕草で肘を張っている。果たしてこれは彼の演技に過ぎないのか。いな、刀身はあるのだ。ほー、塚だけみたいな感じに見えるってこと。塚の先、本来抜き身の刀身があるはずの空間、そこには背後の黒い空や黒い学びや刀身の輪郭に沿って景色を切り取り、ひしゃげさせ歪めている何かが確かにある。桔梗をじっと見つめていた青澄だったが、やにわに刀身を虚空へ掲げて静かにのたまった。ああ、儚きは我らの宿か。前提、大きくもない声でとつとつと語り出す。うわ、このとつとつとっていう感じ、非常に私デジャブなんですけど自分が読めなくて注釈を入れた記憶がありますね。その声は夜の闇に吸収されて周囲に広がり浸透していく。下に悲しきは彼らのロマン。こうするように対照的によく通る、弾むように覇気のある月城の声が響く。唐突に始まる芝居がかった口上に、シンクは思わずあっけに取られ打ち黙る。明瞭に意識を取り戻しつつある桔梗もシンクと同様の表情をし、ただ唖然と瞬きを繰り返す。非現実的な光景に少女たちは言葉を失っていた。男二人はいつの間にか桔梗を挟んで相対し、完全な対称性を持って立ち並ぶ。悲願志願は成就せり。悲願志願に実りたり。我ら常世に白示す。業現れたるこの姿。あたらよの幸せ探し、まずはこれにて。あわすみが地面に座り込む桔梗にずいと近づく。勇気のようにゆらゆらと緩慢な、それでいて迷いのない動作で刃の見えない太刀をゆっくりと振りかぶり、大上段に構えた。桔梗の痛々しい声が許せなく夜に吸い込まれていく。やだ、待ってよ。桔梗は尻餅をついたまま動かぬ体を引きずって逃げようとする。お、許してよ。いや、やめてよ。いやにしとこうか。あれって何なんですか。またまた、いやよいやよも好きなうちって言うじゃないね、合わせに。この場合はその言説は当てはまらないように思う。そんなことないでしょ、女心ってやつでしょ。合わせみに同意ですね桔梗の悲痛な懇願をよそに、男たちは軽口を叩いている。おお、全部結局やらなきゃいけないパターンか。やめてよ。どうしてこんなことするの。そんな怖いの近づけないでよ。そう言われてもやめてあげられないんだよね。これが桔梗ちゃんとシンクちゃんが望んだことでもあるんだよ。何よりルールだからね。よく言ったものだ。お前の言うルールは後出しが多すぎる。そうかな。桔梗の悲痛な懇願をよそに、男たちは軽口を叩いている。許してよ。またあれは嫌なの。許してよ。シンクはズルだったんだよ。ルールの伝達不足は否めない。かわいそうな桔梗ちゃん。お前のせいであるそういうなら何とかしてくれってね。ママ、それは置いといて、パパッとやっちゃってよ。兄さんにかかればお手の物でしょ。この前もパパッ
ットを切ってたし。奇妙な悲痛を懇願をよそに、男たちは軽口を叩いている。いやいやとかぶりを振り、懇願の視線を送るが、合わせ身の歩みは止まらない。身近で見上げる包帯の男の感情は全く読めない。電波塔を背負って真っ黒く切り取られた濃い闇のような巨大な影、それは恐怖そのもの。少女には化け物のように見えた。少女たちの言葉は男たちに通じているはずだが、何を言っても無駄であるということが直感的に理解できた。恐怖に震える細い両肩が不意に後ろから掴まれる。大丈夫大丈夫、キキオちゃんもう経験済みだもんね。おぼこじゃないんだから。意味がわからない、状況もわからない、ただ怖い。でも逃げることはできない。彼らは少女を逃がさない。覚悟めさえ。一瞬の出来事。うわ、何々の音もさせぬままに、合わせ身は刀身のない太刀を鞘へと収めていた。兄さん、お見事。お見事。月汁の弾む声と、白い手袋越しに打ちつけるポフポフ、ポフポフと間の抜けた拍手。俺は兄さんでは。まあよい、急げ。宣告までの大業で冗長な雰囲気とは打って変わり、手際よく太刀を楽器ケースに収める合わせ身。現状復帰、現状復帰。一方月城も、少女の体重によって倒れた角材を蹴って、雑に元の位置に戻しながら、周辺の様子を伺いにかけていく。一体何が起こったの？突如、慌ただしく動き始める男たち。動き出した時に、少女二人の理解は追いつかない。とりわけ、気候は確かに合わせ身によって何かをされたはずなのに、自身に何の変化もないことにひどく戸惑っている。確かに、切られた。あの異様な刀で、胴体を筒切りに切られたはずだった。シンクも怪訝な顔をして、男たちと気境を交互に見合っている。二人とも、散り際に微笑まぬ者は、幸せよしとはならんぞ。包帯に包まれた男は、場違いに優しげな声を二人にかける。ちょっと待って、それってどういう意…刹那、少女二人の顔がこわばる。体の奥底からざわざわと湧出してくる不穏を感じ取り、少女たちの動きが止まる。続けて衝撃が走った。何？決まり手、バットによる撲殺。どういうこと？移動？気境の腰部をシンクへ移動。何が起こったの？待ってくれ。ちょっと理解が追いつかない。待て。ちょっと待って、ゲームシステムが難しくて、どういうことって感じなんですけど。体を移動？ってどういうことなの、一体全体って感じ。なんか自分では動かせないみたいな感じなのかな。でね、ちょっと気になってたことがあって、環境設定のところに選曲っていうのがあるんですよ、これね。で
一番最初の時点で、すでにシンクちゃんが頭と左手かな、左手と左足しかこの白くなってないんですよ。でキキョウちゃんは逆に左足と左手が黒いで、それ以外が白い感じになっているので、今までも これを繰り返していって、ほんで今こういう風になっているってか、そういう感じなのかなって考えると、頭以外は全部こう一人の人間分しかないんですよね、っていうのがね、ちょっと非常に気になっていて、この辺が何かこう物語のキーになっているというか、そう、体のなんか部分は一人分の人間しかないっていうことが何か、大きなこうキーになっているんじゃないかななんていうふうに思いながら、やっておりました。ということで、今回ゲミニズム体験版はここまでということなので、これで終わりたいと思います。もう、ま、なんかすごいこれからが気になりすぎて、どういう話まずそもそもみたいな、しかも感じで、この男の人2人はどういう何をしている人たちなのかで、女の子たちは特にそのなんていうかな、特別な能力を持たないみたいな話をしていたっていうことは、逆に言えばこの男の人たち2人は何か特別な能力を持っている人たちなのかなんてことも、ちょっと考えさせられるというか、気になるところですが、体験版ここまでなので、これで終わりたいと思います。さよなら教えてのクラフトワークさんの、最新作、ゲミニズム体験版をやらせていただきました。発売がねもうちょっと後なんですけれども、ぜひ気になる方はチェックしていただければと思います。私はもうもちろん買うつもりで、いますので、またね発売されたら感想等もお話できたらいいかななんて思ってますので、よろしくお願いします。では見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただければ大変嬉しく思います。ではまた次回の、動画や配信でお会いしましょう。バイバーイ。